2000系現役当時の21001系と22001系ズームカーは、南海電気鉄道が南海高野線橋本駅、極楽京駅間の山岳区間への直通運転のために製造した電車の通称。なお、南波から高野線の山岳区間へ直通運転することを大運転と称する。ズームカーの名の由来には2つの説が存在する。一般的には、 平坦区間から急峻な山岳区間までにおいて、広範囲に速度と牽引力を制御できる性能を備えた車両を、広角から望遠まで、広範囲に画角を変えられる、カメラのズームレンズに例えたと説明されることが多い。他に、在来車よりも優れていた、加速性能や急勾配を力強く登る様子を、航空機が速度と引き換えに急角度で上昇する、軌道を指す。 ズーム上昇に例えたという説もある。天空のパンフレット及び車内放送では、全者の説を紹介している。高野海駅から極楽橋駅までの区間は50、パーミルの勾配や半径100メートル級の急カーブが続くため、この区間に乗り入れる車両には大きな牽引力が要求される。ズームカーは平坦区間を時速100キロメートル以上で高速走行。山岳区間は、 低速で力強く走行できる。最高速度と、山岳区間の低速走行速度の倍率は3.3から3.6倍である。本来は、単に、ズームカーといえば1958年に登場した2万1 0 0 0系電車のことを指す。その後登場した2万2 0 0 0系電車は、通勤ズーム、または、角ズームと呼ばれ、2万1 0 0 0系電車は、 車体形状から丸ズームとも呼ばれるようになった。2000系電車もステンレスズームカーのほかハイテクズーム、VVVF ズームカーとも呼ばれる。また、旧型直通大運転車の機器を採用して製作された2万1201系は2万1001系と同じ車体でありながら機器類が旧式であることから、ニセズームと呼ばれた。特急用の2万系電車は、 デラックスズームカーと呼ばれたが、1983年に登場した3万系電車以降は、個々の形式を指して、ズームカーと呼ぶことは少ない。急勾配での性能を確保するため、全車両が動力車である。ただし、かつて存在した2万系電車のみ、1両だけ付随車が存在した。 車両重量を軽減するためと、山岳区間の急カーブによる車両限界の関係で、一般車両の場合には、片側2カ所の客用扉、車体長17メートル級の中型車として製造されており、4扉、21メートル級の大型車体を標準としている南海通勤車とは規格が異なる。そのため、駅の案内放送や表示器、 乗車位置目標では次に到着する列車が2、扉車か4、扉車かが判別できるようになっているほか、駅掲示用時刻表、ポケット時刻表は、各列車の使用車両が判別できるよう、時刻を四角で囲っている列車は2、扉車、囲っていない列車は4、扉車としている。ありがとうございます。